クレイ・バック・ホルツ、クレイ・ダニエル・バック・ホルツ、クレイ・ダニエル・バック・ホルツ、1984年8月14日隊は、アメリカ合衆国テキサス州ジェファーソン郡出身の、プロ野球選手、当主。右投げ左だ。MLB アリゾナダイヤモンドバックス所属。テキサス州ランバートンのを卒業し、ルイジアナ州のへ進学。2004年に、仲間と共に、母校。 ランバートン高等学校に侵入し、ラップトップパソコン29台を盗んで売りさばき、警察に逮捕される。この事件で、バックホルズは実刑判決こそ回避できたものの、授業料免除でプレーしていた大学の野球チームから締め出され、テキサス州のに転学する。25先発で12勝1敗、防御率1.05、脱三振率13.6という成績を残す。 2005年6月の MLB ドラフトで上位指名の可能性もあったがパソコン窃盗事件の影響で各球団が指名を回避することにそんな中でボストンレッドソックスが過去の過ち一つで若い才能の目積んでしまうのは簡単だがチャンスを与えることも大切とバックホルツを全体42位で指名するレッドソックスでも屈指の有望株なだけに 投げすぎによる故障を防ぐための球数制限がバックホルツに課された。このため、マイナーリーグでのバックホルツの一試合最多投球数は98球で100球、達していない。2は、レッドソックスの年間最優秀マイナー投手賞を受賞した。2は、マイナーリーグのオールスターフューチャーズゲームに選出される。同年8月にメジャー昇格を果たし、17日の ロサンゼルス・エンゼルスとのダブルヘッダー第1試合で、メジャー初登板、初先発。6回4失点、自責点は3で、勝利投手となり、この試合の主審を務めたブルース・フローミングから、笑うかもしれないが、彼は私に、ノーラン・ライアンを思い出させたよと評価された。しかし試合終了後、バックホルズはマイナーに戻される。 もともと昇格はこのダブルヘッダーのためだけに行われたもので、試合でどのような結果を残そうとも一試合だけでマイナーへ戻される子が決まっていたためである。8月31日、故障のティムウェイクフィールドに代わって、フリアン・タバレスが先発。もともとタバレスは9月1日に先発予定だったため、その日はバックホルツがタバレスに代わって先発する子になる。試合当日に、 メジャー最昇格を果たしたバックホルツは、ボルチモアオリオールズ戦に先発。カーブや、チェンジアップなどの変化球がさえ、相手打線を無安打に封じたまま試合が進んでく。マイナー時代から続く球数制限のために、投球数が120球を超えたら、どんな場面であっても交代することを、チーム首脳は、試合終盤に決めたが、バックホルツは、被安打0のまま9回を115球で投げて、 ノーヒッターを達成した。記録調査会社によると、メジャー初登板か2試合目で、ノーヒッターを達成したのは、以降では、史上3度目の出来事だという。またシーズン終了後には、ファンが選ぶリス、イヤーインベースボールパフォーマンスオブザイヤーに、選出されている。その後、バックホルズは、9月6日のオリオールズ戦で、リリーフとして3回。 同19日のトロントブルージェイズ戦で先発として4.2回を投げ、レギュラーシーズンを終えた。チームは12年ぶりの地区優勝を果たして、ポストシーズンに進出したが、このシーズンにマイナーとメジャーで計148.0回を投げていたバックホルツは肩の疲労を訴えた。セオエプスタイン GM は現時点で故障を抱えているわけではない。しかし23歳の才能ある投手を、 将来に影響が及ぶ可能性がある状態で投げさせることはできないと語りバックホルツをポストシーズンのロースターには入れなかったレッドソックスは3年ぶりにワールドシリーズを制覇しているは開幕ロースター入りしたが5月14日に爪の負傷で15日間の故障者リスト入りした7月11日にメジャー復帰しかし8月21日に AAQ ポートランドシードックスに降格した。この年は16試合に登板して2勝9敗、防御率6.75と結果を残せなかった。オフに教育リーグのアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属。5試合に登板して1勝2敗、防御率3.86だった。3月10日にメジャー昇格したが、4月4日にトリプル AQ。 ポータケットレッドソックスへ降格し、トリプル A 級で開幕を迎えた。7月17日に最初を告した。ティムウェイクフィールドや松坂大輔ら前半戦のローテーションを守っていた先発陣が相次いで故障者リスト入りし、バックホルツはローテーションに定着。16試合に登板し7勝4敗だった。は、開幕からロースター入りし、ローテに定着。 前半戦だけで10勝4敗を挙げ、オールスターに選出された。しかし6月26日のサンフランシスコジャイアンツ戦で左ハムストリングを痛め、7月5日に故障者リスト入りしたため、オールスターで登板することはなかった。7月21日に復帰。この年は28試合に登板し17勝7敗、防御率2.33だった。同年のサイアング賞に、 ノミネートされたが、フェリックス・ヘルナンデスが受賞した。も開幕ロースター入りし、先発3番手として、開幕を迎えた。4月10日にレッドソックスとの4年契約に合意した。6月19日に腰の疲労骨折で故障者リスト入りし、残りのシーズンをすべて欠場した。は、故障から復帰し、開幕ロースター入りした。6月24日に、 胃の病気のため故障者リスト入りし、7月14日に復帰した。復帰後はローテーションに定着し、2年ぶりの2桁勝利となる11勝、8敗を挙げた。もう開幕ロースター入りした。4月14日のタンパベイレーズ戦では8回虫まで無安打に抑えていたが、先頭打者のケリー・ジョンソンに安打を打たれ、2007年以来のノーヒッターを逃した。6月18日に、 首の張りのため故障者リスト入りした。9月10日に復帰。2年連続の2桁勝利となる12勝、1敗を挙げた。ポストシーズンも、ロースター入りし、自身初出場となる、ワールドシリーズでは、第4戦に登板。4回を投げ3安打1失点だった。も開幕ロースター入りし、先発ローテーションの一人として、 登板を重ねたが、10試合の登板で5失点以上を5回、喫死防御率7.02まで悪化するなど、不調が続いた。5月28日には、左膝の過信点のため15日間の故障者リストに入った。6月25日に復帰し、以降は、シーズン終了まで先発ローテーションを守り通した。9月28日のニューヨークヤンキース戦では、3回に、 デレク・ジーターの現役最後の打席で対戦。結果は打点付きの内野安打だった。ダイソーを送られ、尻属祭、ジーターはマウンドに歩み寄り、バックホルツと握手を交わした。この年は2年ぶりに規定投球回に到達したものの、シーズン序盤の不調が響き、2008年以来6年ぶりとなる防御率5.00以上を記録した。9月30日。 右膝半月板の手術を受け、無事成功した。は、またしても、長期離脱があり、18試合に投げただけだった。しかし、投げた試合での内容は悪くなく、防御率3.26ホイップ1.2113.1イニングで107、脱三振という成績を残した。は、リリーフで起用される場面も目立ち、自己最多の37試合に投げて、うち16試合が、 リリーフ登板だった。防御率4.78フィップ5.068勝10敗と打ち込まれた。12月20日に女子トビアスとのトレードでフィラデルフィアフィリーズへ移籍した。シーズン開幕後4月6日と11日の2試合に先発登板し、防御率12.27と結果を残せなかったが、右前腕屈筋剣の断裂が判明し、 同月18日に修復手術を受け、リハビリを開始した。26日には、長期離脱したことを謝罪し、謝罪する文化のないアメリカで話題になった。11月2日に、FA となった。3月にカンザスシィロイヤルズとマイナー契約を結んだ。開幕後は、参加の AA 級、ノースウエストアーカンソーナチュラルズとトリプル A 級をマハ、ストームチーイサーズでプレイしていたが、 5月1日に自ら選んで契約を途中で放棄するオプトアウトを行使した。2018年5月5日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。2週間後、球団監督の通りロブロより5月20日のニューヨークメッツ戦でのバックホルツの先発登板が発表され。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。